理工がですね、23日にいきなりこんなの出してきましたよ。WGM2。WGM1 の上位機種として開発と。4K で動画撮影できると。3月18日発売予定。もう1ヶ月切ってるね。あと、アクセサリーとしてカメラケースとプロテクタージャケットが発売されますと。でだね、これ当然さ、CP プラスに出すんだろうなと思って、たんだけれども、出すっていう話は一切出てないんですよ。ちょっと気になるんですよね。普通に考えればここのコーナーで見れるはずなんだけどね。で、次、エプソンも CP プラス直前にこんなの出してきましたよ。モベリオ BT300、 こんな感じのやつね。こっち前モデルの BT200 なんだけど、明らかに小型軽量化してる感じだよね。この本体もちっちゃいし、こっちのリモコンの方も明らかにちっちゃいよね。これはかなりかけやすくなったんじゃないのかな。それはともかく、残念なのはここだ。MWC には参考出品してるんだけども、CP プラスに出てないみたいなんですよ。ここに何も書いてないからね。これはちょっと悲しい。エプソンの CP プラスのページ見てみるとですね、ここにモベリオ体験コーナーあるんだけれども、出展製品 BT200 としか書いてないからね。残念だな。